みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は期間限定、条件付きではありますが、現段階で最高効率ロード込みの2分以内で5番ジェニー入手できる周回方法をご紹介します。防具の強化により上限突破と全ての強化で合計60万費用がかかります。それを補うためにぜひご利用ください。今回の動画は前回出した動画の応用版になります。前回の動画が気になる方は概要にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。まずは装備を紹介しておきます。武器は巻き弾レベル2が4発出るライトボウガンであれば何でも大丈夫です。今回はブランシューターに装填拡張で4発にしています。強化パーツで反動を注意感にしてください。防具は耳栓、体力増強、スリンガー装填数アップがつけば何でも大丈夫です。装備は隠れ身、転身、不動のいずれかを組み合わせて使用します。持ち込むアイテムは麻痺弾のレベル2だけです。お供道具には分取り刀を使用します。注意したいのがレベルを14以上にしておきたいです。レベル11では2個、レベル12から13では3個、レベル14以上では4個の報酬となります。超短時間ですので、まずは説明なしで動きをご覧ください。以上です。それでは順を追って説明していきます。クエストは期間限定のイベント、殲滅の主はまた鐘を鳴らすを使用します。マスターランク100以上と限定的ではありますが、マップの少なさなどからロード時間が極端に短いクエストです。この動画の時点でのクエストの位置は最終ページの下から3つ目です。受注後はアイテムボックスより三角ボタンで一括補充を行います。クエストが始まったら右にあるスリンガー弾を回収します。弾を麻痺弾に合わせ、転身もしくは不動の装備を使用します。エリアに入場したら右に向かいながら麻痺弾を3発撃ちます。この時お供が方向でひるむので4発目を方向終了後の動き出しで撃ちます。麻痺状態になったら顔付近に行き、お供の追いはぎ連撃の指笛を使用、画面右側に了解と表示が出るまで連打をします。麻痺が治るタイミングでクラッチクローからぶっ飛ばしを行います。鑑定の落とし物4つとぶっ飛ばしの素材1つを拾ったら機関で終了します。ぶっ飛ばしは1回だけですので方向転換しても大丈夫です。もちろん自信のある方はスリンガー装填数アップもついているので、そのままぶっ飛ばしを行って素材を回収しましょう。指笛は1回使用するとクールタイムに入りますが、たまにお供が自主的にやる場合があります。そのため現在の動画では落とし物が4個 ×2 セットで合計8個となります。このパターンはレアですので、なったらラッキー程度に考えてください。今回はラッキーパターンでロード込み2分4秒でした。得られる報酬は以上の4つです。上から8000、1万、6860、
9160となっています。一番最初の討伐での入手個数は以上の通りとなり、合計が5万20です。ラッキーパターンでは、巨大な鱗が7個で、合計が8万2020でした。それではこのまま3回連続でご覧ください。3回目は3万4000と、外れの落とし物で調査ポイントが1600ポイントとなりました。時間は約1分50秒です。睡眠を入れてのぶっ飛ばし回りですが、手間をかけるほどのものは得られないと思います。今回の周回方法を20回近く試しましたが、この方法が一番安定感がありました。4回目は蒸気の他に通常素材の鱗が1つで、合計が38,360でした。時間は前回と同じく1分50秒でした。現在の画面では睡眠状態になっていますが、これはお供武器によるものです。この場合はぶっ飛ばしを行った方がお得です。ぶっ飛ばしは壁ドンを外すこともありますが、周回に飽きたら睡眠弾レベル2を3発で眠るので、麻痺プラスぶっ飛ばし後に試してみてください。5回目は蒸気の素材と報酬の殻で、合計が47,540でした。クエストの時間は先ほどとほぼ同じ1分50秒でした。それではここまでの結果をまとめてみたいと思います。時間の合計は9分34秒、平均は1分55秒でした。報酬の合計は251,940となり、平均が53,388となりました。期間限定なので隙間時間などに試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。